タレントのカルーセル・マキさんが脳梗塞の手術を受けていたことが分かりました所属事務所によりますと、カルーセルさんは今年4月、自宅で体調の異変を感じ救急搬送先の病院で脳梗塞と診断されたということです手術から3日後に退院し、その後後遺症はなく芸能活動にも影響は出ていないということです また以前から持病として治療を続けていた両足の症状が悪化し閉塞性動脈硬化症と診断されたため今月7日から入院治療を行っていたことも分かりました9日に退院しその後の日常生活に大きな影響は出ていないということです